はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die というわけで、前回この畑を作りました。畑というか雪かぶらないように。そしたらね、こっちがやっぱり雪入っちゃってるんで、こっち側も屋根作ろうと思います。こっち側もね、もう全部塞いじゃいます。これでもう雪が入らない、完全なビニールハウス的なノリの温室が出来上がります。多分壁ここでよかったやん。そしたらね、このずれてる感じどうしようもない。ここじゃねえよ、これ入り口だよ。こうだよ、こうこうだよ。あ、それ育ってね、育ってないっす、育ってないです。あ、いけた。この入り口の感じに慣れないとね、俺も。外ですごい騒いでおりますけど、気のせいでございます。ドアつけとく。ドアレシピ、ドアいいね。これ向こう開きのドアが良かったかな。せっかくこっから入れる、こうやって入れるのにこれが邪魔してくれてるもんね。このドア付け直しましょう。邪魔だ。ドア、待て待て待て、お前ら起きんな、お前ら起きんな、バカ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 、危ねえよ。あ、外出許可出してねえんだから俺、お前らに。おい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 、めっちゃダッシュしてきたやんこいつ。どうした、なんで君たちこんな邪魔しに来るの、人の作業邪魔しに来るの、やめろ。おい、お前もかよ。待って、一応セキュアドア一回つけて開く方向チェックしてからにしよっか。なので先にこっちが土入れとこも。マジ邪魔だなあいつら。でここは光ルートになるはずなんで、こっちに土入れしようか。おい、雪かぶってんぞ。はい、はい、なんで雪かぶってんの。は、いや、全部空間止まってるけどな。そして俺ご飯食べに行きたいんだけど、ご飯もまともに食べに行けないっていう、あいつらが逃げるから結局上ルートかよ俺。フレーム足んねえし。結局俺は上ルートで往復しないといけなくなっちゃったよ。よいしょ。喉が渇いてるのか、ご飯じゃなくて。余計不便になっただけじゃねえか。ここからつけてみようと。あーね。こっからつけるのもダメ。むしろこっからつければよくね。そしたらこれでよくね。あ、正解これです。これがしたかった。オッケー。なんで君たちここに来んのマジで。で、なんでこっち雪かぶってんの。これダメじゃん、こんなんじゃ。ほら
あ、ちょ、待って、お前ら、バカ、帰れ。ああ、俺の畑踏み荒らすな、お前ら、バカ、マジでバカ。お前らバカ。畑踏み荒らしに来てたんかい。気づかんかったわ。うーわ、最悪、あそこに植えたの全部壊れた。マジ NPC 解約。よいしょ。やべえわ。忘れてたわ。踏むんだよ、あいつら。これ雪絶対入ってるよね。え、これ雪入ってるでしょ、普通にどう見ても。ダメくね？一回ちゃんと密室にしてみよっか、もうここ。よいしょ。肥料がない。あ、大丈夫。ここガラス入ってる。入ってるよね、全部。入ってるよ。入ってるって。なんで雪かぶってんだよ、こっちだけ。つか、マジお前ら。今なんか壊したよね、君今なんか踏んだよね。マジやめろ。出てけ。お前ら出てけ。ウサギ小屋に入るか。いいぞ、入って。許す。ウサギ小屋ね、侵入を許す。ウサギ小屋に入っとけ。むしろ入ってください。お願い。なんで走ってくるかな、お前ら。お前ら大好きなジャンプするためにこっちに高いとこあげるわ。こいつらバカだから、高いとこ好きだから。お、いなくなった。よし。こうして平和を取り戻した。こうしてフェスタの畑へ平和を取り戻した。こっちにこう置いといて。草生えてるね。こっちもいらないね。雪降ってきてんじゃねえか、おい、雪降ってきてんじゃねえか、ひらひら。ビジネスグラスでやったし、俺ちゃんと。もしかして横からの光？横からの光なんてこのゲームないよね。明らか雪かぶってるっつうの、それ。やっぱ光イコール雪判定なるんだろうな。なっちゃうんでしょうね。ミスってんじゃん、そこ。ガラス欲しいな。こっちもコンクリートでいいよね、普通に。
底上げされてるし。こっちはこれでいいか。嫌だ、これ嫌だ、嫌だ。こうしよう。ちょっとかっこいい感じを演出するためにあのレイのやつをやろう。15123456789、肉18。18?15。 これでいいのか。あ、2個でいいわ。よし、アドバンス、これね。謎の演出。あ、マジか。そうくるか。それじゃダメじゃねえか。ダメじゃねえか。プレートじゃないか。しのぎつつ光を通す素晴らしい発明品ですよ。し9、まあ、8でいいか。ベッド欲しい、ベッド。で、ドアも。ドアどっからつけたっけ、結局。まあ、いっか、どっからでも。まあ、いいんじゃない。こっちの方がいいわ。サメサメいってる。ここね。もうこれ明かりっていうものがなくなっちゃうよ。うん？暗くなった。え、嘘、これセンター？ちょ待ってーな。違う、注文と違う。こっちにしてください。すいません、発注ミスですわ。発注ミスやらかしたわ。耕してあるもんね、全部ね。耕してあるよね。うわ、そこにもあった、チェストが。それを移そうと思ってたのね。コンクリート持ち歩いてたら本当にもうキリがねえな。何がインベントリーそんな圧迫してんの。意外と建設用。あ、なんでパイプとか持ってきてる。パイプとかはいらなくね。これあれか。あれの時のだ。トラップ作る時のベアトラップ。鉄とかね、謎の鉄とかね。下掘ってきた時の名残だね。よいしょ。そこ耕してあるよね。あれ、なくなっちゃったじゃん。しまってきて、俺。これ、出入り大変だな、おい。出入り大変だな。
こ先。かっこよくしたもの出入り大変だわ。完全に任せるからいいんだけどね。大丈夫なのかね。よし、これで全部耕されたはずです。コンクリート持ってないってマジで。明かりがないな。閉じて待ってる。待ってないよね。待ってないです。スポットライト、スポットライト壁貫通するし。よし決めた。でも光もったいねえな。ソーラーパネル、ソーラーバンク欲しい。あいつだよ。あいつが夜逃げしたせいで、フェラルフォードの日に。フェラルフォードの日に夜逃げなんかするから、ソーラーバンクが足りてないんだよ、この世界に。スチール作れません言うてるね。なんでここに、ピックフォージがあんの？ここじゃなくね？フォージもう一機どこだったっけ。あ、設置してないんだ俺。なるほど。作ってはあるはずなんだよね。あ、作ってないかも。あー、あいつになったんだ。フォージになっちゃったんだ。フォージとこの鍛冶屋のおいちゃんになっちゃったんだね、ビッグフォージは。これでグラスパネル OK。 ドア、ドアなんかかっこいいドアないの？ないな。ホライズナルシャッター、あ、作れねえよ。なんか透明なドアが欲しいじゃん、こうなってきたら。怪しい実験室になってしまったな。これ完璧だろ。しかしやっぱライトつけようぜ。これもっと怪しい感じに仕上げるにはライトが必要だわ。どこが入り口のライン？これかな？これだね。ここが入り口のラインだから、どうせなんで入り口も照らしたいんで、ここ！ライト2個持ってさせて。監視カメラもつけとく？この際だから、この際だから監視カメラつけとく。木に隠した監視カメラ、怪しい感満載じゃん。怪しい感満載じゃん。俺はライトを隠したかったんだよね。ライトにケーブル？
ケーブルを隠したいがために。ああ、じゃあこれ上通せばいけるかな。このライトって上からでもいけるのかな。だったらライトこれでよかったんじゃねっていう話になるな。そしたら次、これやってみようか。上、ダメだ、俺のが反射するな。そしてライトあんまりだね。やはりこれはこいつで行くしかねえって。これこうしたらさ、絶対配線がもうガチ見えになっちゃうんだよ。一石二鳥やるつもりがダメだったな。いっそのことオートタレットでも置いときたいわ。スイッチ、これぐらい作ればいいだろう。メタルドア、メタルドア嫌だな。やっぱ透明なドアがおかしいな。ここ、こうだね、こう。実験室だね。ここの段差ちょっと気になるんだ。そしたら、水が、水の供給ができなくなる。そしたらどうしよう。まあいっか。供給ができないの困るな。水なくなるよね多分これ。でも不便だからやっぱりプレート1枚だけでいっか。2枚まで許そう。これでいいや。ドレインパイプみたいになってる。こっち実はこいつのせいだったりする。ここやられてんの。一回止めてみる。こっちの下何があるかわかんねえよ。こっちじゃないもん。これ一回止めてみよっか。どくせえかプレートいいや。いや雪入るわな。それでも入りますわ。そうですよ。さて配線隠しの時間だね。ここほんと床一回這わせるべきなんだけどな。まあ、ここも本当はあれだけど、まずこのジェネレーターの位置が適当だからね。まずね、何とも言えないっていう。多分これでいいから。監視カメラはもうあれっす。あの監視カメラはダミーっす。ダミーカメラだったらもっと目立つところにつけるよって話だけどな。あー殴っちゃった。マジかよ。誰だよ殴ったの。なんで動かねえんだよって思って殴っちゃった。電力がないんですねこれね。燃料切れっすわ。違う、え嘘、こっちが燃料切れ。だったらビッグジェネレーターでもいいな。
よし、これで OK ですね。なんで？なんで？あ、動いた。OK。あれ？嘘。一応、明かり入ってるか。あれ？壁貫通できてなくね、光。一回つけたり消したりしてみよう。あっち閉まってる、大丈夫。ちょっと様子見てみようか。マジで？ちょっと一回こっちにスイッチ持ってきて。どうしよう。テストするためにめんどくさいことになってきた。取れてない。全然光入ってないっすね。狙いが悪いのかな。こうしましょう。よし。じゃあな。スイッチの位置よ。そこは抜けるけど、ここが抜けてないっていう。肝心のところ光抜けないんだ。へえ。マジか。でもさ、ここにさ、ライトとかつけてさ、そのライトのせいで遮りが起きたら嫌だもんな。マジで絶対光入るじゃん、普通に考えたら。こんだけフラッシュライト焚いてるんだろ。絶対来るって。影なるけどな、普通は。だよね、リペアしないと回収できないよね。リペアしないといけないやつだわ。スポットライトがもったいなくなっちゃう。こっちの方が出てなかったっけ今。右クリック、左クリック。あ、右クリックです。どうしよう。ちょっとこのライトは失敗ですね。そしたら、やだな。このライトでよくね。こことどこ、そこ。これテストしてみよう。こっちが届かない。もう回収でいいや。よいしょ。こっからあっちはいいでしょう。ああ、やだ。こっちも上がいい。そうしたら
あ、いいんじゃないこれ。なんかその方が雰囲気出てるくね。あ、やばいけど雰囲気出てるわ。で、問題は種が植えられるかどうかだね、角に。ジャンプして出にくいわ。これで、こっちの角が潰れてたら、あー潰れてない。OK だね。じゃ、これは光を通す物質っていうことで、OK っぽい。本当にいいのかな、これで。ちょっと待って、俺嫌な予感してきた。ここ雪かぶってなくね？もしかして直接ガラスじゃないといけない判定があったりする？あ、雪かぶってるわ、大丈夫だ。直接これの下でないといけないっていう可能性はなくなりました、今ので。本当に育ってくれるかな、これで。虫除けもバッチリしてるし。で、育ってくれたら NPC 呼ぶか。1,2,3,4,5,6,7,8,9 わー 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13 マス。13ってことは ?7,6,12,12 だから 661? 真ん中があるってことだね、つまりね。よく設置するか。この空間な感じがいいな。もう2個設置するか。そしたらかっこよくなりそう。ライト、ライト、何コンポーネントとパイプ。よいしょ、ちょっと余分に作っちゃう。またできるかな。ドゥーン言うてる。また喉渇いてる。喉渇きはさ、いくらでもできるんだからさ、もうガブ飲みしとこうよ。お腹の渇きは、お腹は渇かないね。お腹はあれだけど。こうすればかっこいいんじゃない説。1,2,3,4,5,6,7。こうね。こう。おお。ちょっと違うけどな。真ん中設置する？あれ ?1,2,3,4,5,6 合ってるか。合ってるね。こっちはちょっと広いんだな。どうせなら正方形ぐらいの部屋にしときたかったね。あ、ダメだこりゃ。こっちにひまわりが育たないです、多分。ひまわりつか、コーンが。ボツな可能性。さっきのキャンプファイヤーどこ行った？
プファイヤーに入れようと思ったけど、全部種にしよう。いやでも今貴重だからな、種全部はやめとこう。そうなんだよね、ここにコーンが植えられなくなっちゃうんですよ。ちょっとテストする間やめとくか。適当な位置に植えて様子を見ましょう。こんな感じ。重要そうなポイントに植えといて。結構増えちゃったな。これとあと水が足りてないね、こっちね。水入れて、水入れて、よいしょ。土の下に水が流れ込んでる感がすごいよね、ここ。は？お前バカ！は？どっから来たし、お前。畑なんか壊したし、お前。許さない。うわぁ、コーンの種2個も潰しやがった。最悪。マジ最悪。8。まさかここに来てこれで8を作る日が来ると思わなかったわ。これ俺取れねえじゃん、そしたら。取れないじゃん。なんかもういろいろと根本的に間違ってきてるぞ。プレート、もっともっと回って、イエス。自動ドアが欲しい。よし、監視カメラもあるし。監視カメラあっても普通に畑踏み荒らしてるやついたけどな。こっちはなかったことにします。というわけで、じゃあこれで一通り菜園完成したはずです。この悪人だわ。その畑を踏み荒らして。やっぱドアってめんどくさいね。ドアめんどくさい。ドアがなければいいのに。こっちも水止めちゃおっか。なんで段差がついてるのかも理由がなくなったから、いろいろと。よし、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。無事畑完成です。近代的な感じの、パッと見近代的な畑できました。ただこれ試験運転して OK そうだったら、それから晴れて作物でできましょう、うん、いいね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。